後藤正樹は、日本の政治家、医師。衆議院議員、衆議院沖縄及び、北方問題に関する特別委員長、衆議院環境委員長を務めた。京都府京都市出身。岡山大学医学部卒業。1979年11月に、医療法人防治会四国勤労病院を設立。1990年の、 第39回衆議院議員総選挙で日本社会党から高知県全県区に出馬し初当選。以降連続当選6回。1996年旧民主党決闘に参画。小選挙区比例代表並立制が導入された同年の第41回衆議院議員総選挙以降は高知一区から立候補した。この選挙では 日本共産党の山原健次郎に2000年の総選挙からは3回連続で自由民主党の福井、寺氏に敗れ、すべて比例四国ブロックで復活しての当選である。2001年2月、衆議院環境委員長に就任。2005年9月の第44回衆議院議員総選挙で当選後の10月14日、政策担当秘書らが、 公職選挙法違反容疑で逮捕された。裁判の初公判で、政策秘書が基礎事実を認めたため、12月13日に、議員辞職願いを提出。同日、国会閉会中のため衆議院議長、河野洋平が辞職を許可した。辞職に伴い、同ブロック民主党名簿で辞典の高い美穂が繰り上げ、当選となった。2016年11月14日、 感不全のため死去。77歳没。元衆院議員の後藤正樹さん死去6期目途中に、辞職。朝日新聞。httpww. 朝日 .com、articles、osch3g2zjchplpb005html、ref=rss2016 年11月15日、閲覧。 第142回国会法務委員会第19号国会議員署名これまでと今後の展望空港はいらない静岡県民の会高知新聞合併効果で政権交代2003年10月21日高知新聞問う特定秘密保護法13年12月4日ありがとうございます